未定さん、ラグビー トップリーグのトヨタベルブリッツの滑川タケト選手がラグビー A 級レフェリーになったそうです。だって。さらには23日の日本対オーストラリア戦のアシスタントに選ばれたそうです。タケトさん、このラグビーの話題についてどう思いますか？今日は真面目な質問を挟んでみました。いや、ぶっちゃけわかんねえ。そのレフェリー、A 級レフェリーがどんなステータスなのかも知らないし、そんな詳しくねえから。アシスタントに選ばれることがどういうことなのかもちょっとよくわかんないけど、選手が、現役の選手がレフェリーになったってこと？どうなの？ラグビーのレフェリーって大変なんでしょ？ずっと動けなきゃいけないみたいな、なんか審判の資格取るの大変なんでしょ？よくわかんない。それな、どうも思わないっていうか、よくわかんないから、なんか意見は特にないです。はい。でも、ラグビーは本当にすごく豊かな市場、マーケットを持ったスポーツなので、その日本の特にプロの選手たちとか本当にすごく待遇がいいし、日本代表クラスになったことのある選手たちの給料の高さとかもすごく特筆すべき安定感で、怪我とかしてもさ、怪我するのが当たり前だから、それでクビになったり評価下がったりしないのよ。うん、だから大怪我して1ヶ月何もできないとかなっても普通に給料もらえるし、試合も出なくても給料下がることないしとかね、なんかそういうこともたまにあったりするみたい。だから力が伸びなくてダメっていうのは給料下がったりするだろうけど、いい力持ってるけど、もう試合中の本当に激しいタックルによる怪我とかっていうものにはすごい手厚いし、もう本当に数千万円の給料もらってる選手山ほどいるし、でやっぱり一流企業だからね、そのセカンドキャリアもスタートしやすいだろうし、超一流企業がやっぱスポンサーにいることが多いから、うん、だから人気の割にっていうかさ、ほらメディアで取り上げられる回数の割に選手たちの生活はすごくいいよね。みんな安定して、本当に大学卒業して20何歳から30半ばとか、長い人だったら40ぐらいまで普通に現役続けてる人いるから、十何年間は本当にいい給料もらって活動できるし、で海外にも市場が広がってて、海外のリーグに、うん、なんかゲスト的に参戦することもできたりするし、で海外のチームと契約してシーズンが日本がオフの時はそっちで稼ぐってこともできるみたいで、うん、いいよね。でしかも、なんだろう、その国のチームで代表になれなくても、例えばね、ニュージーランドの選手とか、自国で代表になれてなかったら、日本に席を移して何年以上日本でプレーすれば日本代表資格取れるとか、そういうふうにこう、日本人とか外国人とかっていうくくりじゃなくて、どの国でプレーを主に活躍した選手なのかで代表が決まるから、うん。シンプルにこう人種の差でこう競技力の差が出るっていうことよりも、その国でプレーした活躍した選手たちで代表を組んで、うん、この国の選手なんですよこの選手はっていうことで、こう、うん、国籍にこう縛られない代表選手とかができる、なんかすごい素敵なスポーツだと思ってます。それはラグビーを超おすすめ、子供とかにやらせるのは。うん、まあこんな豊かなこう環境を作れるスポーツってなかなかないから、あれだけ人数の多いチームスポーツだけど、で人間性も本当みんないいしね、ラガーマンみんないいやつ、本当にすごい素敵な若い人が多い、これは大好きです。未定さん、サッカーで言えば J リーガーが J リーグの審判ができるようになったと考えて大丈夫です。なるほどね、まあ、そういうニュースとしては面白いよね。いいキャリアだよね。なんか自分でプロ野球選手が審判アンパイアの資格持ってて、たまに審判してるみたいなことでしょ。ストライクとかってやってるってことだよね。面白いね、そう考えたら。それはすごい大変なのかな、取るの。勝ちたかったら登録しとけ。